はい、続きまして、例えばネット前ですね、ヘアピンというものがあります。まあ、大体ヘアピンの場合はこう打ってしまうケースが多いんですけど、まあ、憧れるのがこうスピンをかける。でその一つの要因としてこの下を向いているコルク、こちらのコルクを上に上げるっていうものを意識をしてください。どうしてもヘアピンが大きくなってしまう方に関しては、こういう風に出してしまう方が多いんですけども、下を向いているコルクに対して下から上ではなく、指先で持ってコルクを切るイメージですね。そのような形で上げる、これを意識していただけるとヘアピンでスピンをかけるということが可能になっております。